銀座改造社ビル改造社は日本の書店。大正期から昭和中期にかけては出版社であり、総合雑誌、改造や、円本文学全集、現代日本文学全集を発行していた。1919年4月、山本寂彦により創業。総合雑誌、改造を創刊し、バートランド・ラッセル、マーガレット・サンガー、アルベルト・アインシュタインを相次いで、 日本に招いて話題を集めた。当時京都市中の中学生だった湯川秀樹はこの時のアインシュタインの講演を聞いて物理学へ進んだ。1926年からは一冊一円の全集本現代日本文学全集の刊行を開始、昭和初年の出版会にエンポンブームを引き起こした。岩波書店の岩波文庫に対抗し、1929年から 文庫本、改造文庫を発行した。マルクス・エンゲルス全集、別館1、保管1を刊行し、岩波書店などの五社連盟版と共合することになったが、実際に刊行できたのは、改造者版だけであった。1944年に、軍部の圧力により解散させられた。1944年7月10日、情報局は、中央公論者と改造者に、 自発的廃業を支持し、両者は月末に解散した。第二次世界大戦後に改造者は再建され、雑誌、改造も復刊したが、改造文庫は復興しなかった。ただし、改造文庫として出版していた書目を中心に B6 型の改造戦勝を刊行していた。創業者、経営者の山本寂彦は政治家としても活動したが、 1952年に死去。1955年、労働葬儀から雑誌、改造を休館することとなった。1955年1月22日、編集局全員を解雇すると、1月22日、青の末吉、庭文雄らが改造不執筆同盟を結成し、2月18日、改造を守る会に発展し、解決に努力したが、 改造は2月号で廃刊された。山本七兵によると、アメリカ式経営の導入を標榜する若社長が、それを強行し、社内を大混乱に陥らせたのが、出版社として衰退した大きな理由の一つだという。現在では、改造社書店改造図書出版販売株式会社として、銀座5丁目の本社ビル1階をはじめ関東地方と、 中部地方の複数店舗で書籍の販売業などを営んでおり、書籍の編集、出版は行っていない。山本寂彦、改造の15年、日本ペンクラブ、2015年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年10月20日閲覧、ありがとうございます。